どうも、こんばんは、ゆぬめです。今回は東京グールリ陰謀区、突発事件最強降臨ムカデ討伐クエスト VS 金木剣ということで、フェスでですね今出現しているムカデ金木の武器強化素材が手に入るクエスト、突発事件でございます。難易度 A 一回クリアしたんですけどかなり難しかったです。でですね、今回は前回の、駆逐、半角ジャヤモリの駆逐をほとんど、この似たパーティーでやったと思うんですけどどこが違うかっていうと、左前、前衛の一番左のね、フェスゲンアモンさんじゃねえわまた間違えたフェスゲンアニマさんの後ろにいる、誕生日トーカちゃんを敗戦にしました。はい、武器耐久値が高いのでムカデがかなり武器耐久を毎ターン下げてくるので、武器耐久値が高いパーティーで行くのがいいと思います。行きましょう。で、気を引き締めて、まあ、戦い方は前回と何ら変わりないんですが、ここのワンフロア目の金木ワンパンで死ぬんですよ。多分何があってもワンパンで死ぬと思います。 A はね、 A というかもう A も B も C もどれもね、ここもワンパンで倒して、まあ、ムカデのフロアに入ると、こっからなんですよね。で、ここで1ターン目でワンパンムカデで与えたんで、まあ、なんとかねここでムカデにスキルが溜まってほしいところがあるんですよ。溜まってくれ頼む。オッケー。ここでブレイクする、まあ、結構ギリギリなんですよねこれ。一回クリティカルが出てスキルチャージがまあその2倍かな、わかんないけど多分今表記出てたと思うんですけど、まあ、何倍か倍率かかって溜まった時だけ溜まるんですよスキルが。でサイコ使ってで防御力上げると、でこれでとりあえずこのフロアはあのやれることはやったんで、で、まあ、次のターンからは相手を毎ターンブレイクさせつつムカデの後ろにいる十三をねちょっとスキル発動させたいんですよね、どっかのタイミングで。でこれ強制的に相手の武器耐久1下げるんじゃなかったかな。そう、かなり強いこれ前衛を全員1下げるんですけど、あれこれ有馬が食らってなかったのこれ何なんだろう、なんか持ってたっけこいつそういう技的な技とりあえず有馬使います。俺ね、まあ、有馬とアモンを間違えすぎて、まあ、なんでかっていうといつも前衛の俺一番左にフェスゲンのあのアモンを置くんですよ、今有馬がいる位置に。だからあそこはもうアモンがいるもんだともうなんか頭が勝手に思っちゃっててね。あ、このタイミングで変えるか、このタイミングでちょっと後ろの銃像を出してもいいな。銃像を出します。でこれでちょっとね銃像が死なないでほしいんですよねそういう相手が何撃ってくるかちょっと分かんないですけど、武器耐久1強制的に下げるやつ、まあ、回避がアップしてるんでね多分有馬さん避けてるんだと思うんだけど、あー待って、オッケーオッケー、これで相手にまず重装でデバフをかけます。攻撃力は 0.5 倍半減になるやつかけて、で自分たちは攻撃力アップと、まあでも、うん、こんなもんでええんちゃうかな。これ多分ねサイコは今これバフとデバフ、あ、重複しないんだ、重複じゃなかったっけ、溶けたんだっけ、2ターンかサイコって2ターンだっけな。やって、でここはまたムカデ出して、でムカデでブレイクさせる。これじゃあ落ちないよね多分、まだ落ちないはず。で一回ブレイクさせて、ただね有馬さん、あー微妙だな、有馬さんのスキルで落ちるかどうかは微妙。落とせ、いけこれ以上進めない、おおギリギリ落ちない、あやべ、シフトしてシフト1残ってたんで最後有馬さんとハイセ交換してハイセで決めようと思ったら決めれたな。まあ、かなりサイコとあの熟練度 100% のサソリ重装がですね頑張ってくれたんで、
まあ、こんな感じで安定して勝てるんですけども。OK いいですね。であとあれね、フェスゲンアニマさん、アニマさんだよね、うん、アニマさんの高武器耐久値かわすしね。はい、まあスキルで決めてなかったんで、またあのこのスキルフィニッシュ取れなかったんですけども、まあ、こんな感じで、はい、かなり美味しいと思います。このチケットが手に入るのはね、やっとあの共有武器、共有武器っていうのかな、共有武器強化素材の、まあ、自由に交換できるチケットが来たんでですね、これからどんどん育成はしやすくなると思います。駆逐の間にですね、かなり稼いでおくといいかもしれません。はい、ということで、お疲れ様でした。今回は、最強降臨ムカデ討伐の突発事件でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。